皆様こんにちは。2024令和6年新年明けましておめでとうございます。昨年度は YouTube 新生風堂チャンネルご覧いただきまして誠に誠にありがとうございました。今年も引き続き投稿してまいりますのでぜひともご贔屓のほどよろしくお頼申し上げる次第でございます。また初めての方この機会にぜひともご覧いただきチャンネル登録をしていただければ幸いでございます。また近間凛によりますリンミニ劇場も引き続き投稿してまいります。本人も張り切って構成演出振り付けと皆様に楽しんでいただけるために力を注いで頑張っておりますのでぜひとも可愛がって応援のほどよろしくお願い申し上げる次第でございます。さて新企画でございますが題して着物で していこうと思っております。月2回ぐらい投稿できればなと思っておりますので何卒ご覧いただければ幸いでございます。また着物に興味のある方ポージングに興味のある方ぜひともチャンネル登録をしてご覧いただければ嬉しい限りでございます。これ1年かけてやろうと思っておりますのでね、1年間いろんなポーズを提供できればなと思っておりますので何卒ご覧いただき私流でございますけれどもフード流でございますが好んでいただいて、思い出の一枚の記念になればなと私自身思っておりますので、ぜひとも参考になればと思って頑張ってまいります。よろしくお願い申し上げます。なぜ、この企画を思いついたかと申しますと昨年おかげさまでコロナ禍が緩和されましてね、私の本拠地でございます浅草観光客、わんさかわんさか、特にね、外国の方が多いですね。それから若いカップル、みんなね、着物を着て出歩いている姿をよく目にしますね。浅草中でですね、着物のレンタルもあちこちでしておりますので、それを着てですね、記念の写真を撮ったりしている姿を目にいたしました。そして、こうすればいいのになすればいいのになと自分なりに思って声かけてやればいいのにと思って、でも私恥ずかしがり屋なんで、声かけられなくてあそうだ YouTube に投稿して、ポージングをしてみて、好んでいただいて、一枚の思い出の記念の写真ができればなと思いつきましてね、この YouTube 新生風堂チャンネルで、をやろうと思ったわけでございます。ぜひとも参考にしていただければ嬉しい限りでございます。私もいろんなポーズを提供してまいりますのでぜひともご覧いただければ幸いでございます。2月から投稿していこうと思いますので、何度も言うようにチャンネル登録しておけば得になるかもしれませんよ。よろしくお願い申し上げる次第でございます。今年も皆様にとって良い年になりますように。